JC.8バクータボンバー。はい、皆さんこんばんは。週末の夜いかがお過ごしでしょうか。バクータボンバーのお時間がやってまいりました。さて本日は2月27日ということでございますが、はい、今回ですね、なんとですね、うん、ゲスト会、なんとゲスト会でございます。今日はもう久しぶりのゲストということで、ということでご紹介したいと思います、早速でございますけども、ロックユニットでございます。ロックユニットの、チャーリーブルーズさんです。お願いします。こんばんは、チャーリーブルーズです。チャーリーブルーズさんの、ガッシーさん、ガッシーです。ボーカルの大曲です。よろしくお願いします。いや嬉しいね、ゲスト来ていただいて、ね、すごい初のラジオなんで、いや本当に初だからね。もうね、ほぼほぼこの番組になってからは初ということで、ね、本当にありがたい話でございますけども、今回はこのチャーリーブルーズさんと、まあ、実際にこのバンド、どんなバンドなのかというお話をしたりですね、うん、あとまあそれからまあその音楽のルーツとかを探っていこうじゃないかというふうに思っておりますけども、うん、まあでもこの番組ではですね、音楽知識多彩な我々バクータボンバーのメンバーが悩める夜を過ごすリスナーの方々を音楽の力で癒しの眠りへとね導く番組になっておりまして、今回も大勢秋葉とヤギ、そしてチャーリーブルーズのお二方でお送りしたいなというふうに思いますけど、本日本当によろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。たっぷりもうダラ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 喋っていきましょう、うん、もうゆるくゆるくゆるくね、緊張しないで。ということで今夜も来週1週間を乗り切るために音楽の力で癒されましょう。バクータボンバー。はい、ということで今回はゲスト会ということで、はい、冒頭でも、ご紹介しましたが、チャーリーブルーズのお二方に来ていただいております。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということでね、我々もあまりこうゲストがこう慣れてるわけじゃないので、そうだね、なんかね、こうちょっと分かりづらいところもあるんですけども、まあ、ちょっとただそのチャーリーブルーズさん、もともと僕あのね、はい、まあ、ギターのガーシーさんと、もともといろいろバンドの後ろで演奏してもらったりとか、まあ、そういうつながりがあったりとかしてですね、いろいろこう飲みに行ったりとかね、させていただいてて、で、おまがりさんとかとも一緒にこういろいろこの間ね、配信ライブに参加させていただいたりとか、そういうことがありまして、でチャーリーブルーズというねバンドを組んでる、でロックユニットということなんですけども、どういったまあバンドなんですかというか、まあ、どういったバンドでしょうね。割となんかこう同じジャンルのは作ってないですよね。あ、そうそう、曲はね、結構曲調はね、本当に僕がやっぱいろんな曲をやりたいっていうのがあって、はい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 、あ、なるほど、ジャンルにがっつりこだわってるわけじゃないと。そうそうそう、あ、なるほどなるほど。まあ彼のボーカル的にやっぱロック色が強いから、はい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 、そうなんですよ、一応ロックユニットってなってるっていう、はいはい、うん、あー、なるほどなるほど、感じですね。事前にね音楽とか、うん、まあ我々聴かせていただきましたけど、はい、で確かに多様だなっていうところはすごく思いましたね。大勢くんだって一昨年 の、 あのワンマン来てくれたもんね。そうですね、結構前にちょっとワンマン見させていただいて、うん、ありがとうございます。確かにいろんななんかボリュー、なんかジャンルに別にこのロックだっていう、うん、とことか、で今回もいろんな曲をちょっとかけていこうかというふうに思うんですけども、うん、はい、まあどうです、最近、まあそのもともとそのチャーリーブルーズで結成したのはいつなんですか。いつだっけ。2年前って言われてますよね。そうだっけ。あんまり明確な結成日ない、覚えてない。なんか名前が変わって、もともとそういうことね。そのもともとは、はいはいはい、出会って、うん、あ、ちょっとじゃあ一緒にやろうかってなった時はまだ大曲高人名義で、そう、あ、そうか、ボーカルの大曲さん、はい、そうそうそう、がもうソロで、ソロ、ほぼソロみたいな、ソロ名義みたいな感じでちょっと手伝ってるぐらいの、あ、ギターで手伝って、あ、なるほどなるほど。で、で、ある日にマガさんがレコーディングの帰りかなんかにちょっと話ありますとか言って言われて、俺その時にだからあれこれ解散、もう解散言い渡されるから、ね、まだちゃんとグループとしては成り立ってないのに解散みたいな、それ言われたらちょっとね、ちょっとね、確かに、あ、話あんのっていう、なんかね、あの思い出して言われ方が、確かにね、神岡の駅前でさ缶ビール買ってめちゃくちゃ覚えてるじゃないですか。めっちゃ覚えてるんだけど、で、いや、こんだけ一緒にやってもらってるんで、ちょっと正式にユニット名決めて、はい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 、がっつりユニットとして活動しませんかっていう逆の誘いだ。はい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 、よかった、ビールうまってなって
そんな重い空気出しました。いやでもでも話あるって言われると怖い。まあ、誘う側ですからねやっぱり。お前さん緊張覚えてます。確かに覚えてて。なんか初夏だよね。そう。初夏。アーティストらしい。言わないよね。言わないですよ初夏。なかなか言わないわ。初夏は言う。なかなか言わない。さすがです。いやいい。さすがですからね。まあ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 でそれで。そうそれで。正式に組もうかっていう。そうでもそっからねあのチャーリーブルーズって。決まるまでもまあちょっとなあったよね。そうですね。そう。はいはいはい。それまでは本当に大曲がり高戸名義に二人いるみたいな。そう。だからファーストミニアルバムは大曲がり高戸で出してる。うん、あそうなんだ。そうそう。そっかそっからじゃあ徐々に徐々に、うん、チャーリーブルーズってちなみに、まあ、今回チャーリーブルーズで紹介してますけど、うん、名前のなんかあれとかあるんですか、はい、由来じゃないですけどそれもねどうやって決まったんだっけおしゃれな名前でおしゃれですよね、うん、あそうですかなんかねスヌーピーが好きだねみたいな話になってああ、うん、はい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 、うん、チャーリーブルーズってなんかいいねみたいな、うん、ああなるほどね感じになってで彼のそのブルース色あそっかそうブルースが好きだから俺はい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 でもなんかまあ随所に入ってたんでああなるほど2人組でズにしようみたいなああそういうことで感じああブルースチャーリーブルースにしようかって言ってたんだけどああなるほど2人だから最後 Z にしてはい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 なるほど結構読みづらいですかねそうだよくねチャーリーブラ次じゃあチャーリーブラウンズさんがブラウンズチャーリーズさんがチャーリーズさんなるほどそこ間違えられるちょいちょいね間違えられるなるほど皆さんチャーリーブルーズで皆さん覚えていただければと分かりづらいんですけど、はい、まあ今まで結構曲出されてると思うんですけどもちなみにあの作詞作曲っていうのは明確に分かれてたりするんですか、ユニットってなるとね、そうだよね。なんかどっちがやるんだろう。作詞は完全に大曲がり高と。はい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 。マガさんって俺呼んでんだけど。マガさん、大曲がりさん、マガさん。マガさんがやってて、はい、曲に関しては彼が持ってきたやつをうちで一緒にアレンジしたりとか、あ俺がサビだけメロディー考えたりとか、あはい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 、コードをこう、まあ、2人でいてコードを適当に弾いてちょっと適当にメロディー乗っけてみてよとか言って、なるほど。いいね。いいな。だから作曲に関しては結構共作が多いとかね。あもう本当になんかいいですね。ねグループできないもんね。できないから羨ましいですね。羨ましいか。そうかそうか。なるほどね。リフをもらったりとか。あそうだね。あはい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 。だけもらってこういうリフ考えてきたんだけどって膨らませてで一緒にこうアレンジして。なるほど。いいね。そういう共作って。いやでもそれ何がすごいかって僕も一回ライブとか見させていただいてて、うん、やっぱりこのね大曲がりさんのボーカルがめちゃくちゃうまいんですよ。うんうん、本当に歌これ別にお世辞とかじゃなくて。何回も僕言ってるんですけど、うん、うまいなって思うのとあとガッシーさんのギターのレベル高いと、いやありがとう、何でもあのカバーできちゃうっていう、うん、だから多分その技術があるからそういうことができるんでしょうね、二人で成り立つんだよ、成り立たない やつがやっちゃうと、あのいろんなところに脱線しちゃうっていうのがあるんでなるほど、で明確に言うとまあ本当にギターと、うん、で大曲がりさんあれですか、アコギとか弾いたりするっていう、アコギとそうだね、そうですね、アコギ弾いたりピンあのハンドマイクで歌ったりの時もあるし、なるほどなるほどなるほど、曲によってみたいな、はい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 、ということでまあちょっとね今、はい、あの最初のコーナーの方ではね、あの、はい、まあその元々のチャーリーブルーズというね、バンドについてのキャリアとかを、はい、ね、ご紹介しましたけども、うん、まあ、その出会いのきっかけちょうどねお話しいただいたので、はい、一番最初に作った曲があると、はい、チャーリーブルーズとして曲があるということで、はい、今回それを聴かせていただけるということで、はい、じゃあちょっと曲の紹介をしていただいてもいいですか、はいはいはい、じゃあ曲名一応書いて、チャーリーブルーズで、はい、なんとかなんとか、はい、かしこまりました、それではお聴きください、チャーリーブルーズでケイナ、詰め込みすぎてるスーツケースを引き歩く歩く、見慣れたあなたの笑顔がなぜか愛しい、前を見て進むしかないの。
景色が少しずつ増える増える、二度と戻れないようなそんな気持ちになる。大丈夫そのままで、強くいなくたっていいよいいよ、今の君を待ってる世界があるから、離れて初めて気づいた、バクタボンバー。はい、ということで、はい、聞いていただきましたケイナンでございますけど、うん、はい、爽やかですね。爽やかですね。いや、声ですよ。普通にかっこよかったな。いや、ありがとう、嬉しい。声もなんかすごくこう高いというか、うん、なんかすごくなんか伸び感があっていいね。伸び感がね、うん、僕には出ないという感じでございます。ハイトーンだよね。ハイトーンですよ。ライブの後半持ってくると結構きついんですけど。あーそっかなるほどね、ギリギリをしようはい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 、まあね、ということで今回はちょっとね、はい、まあ一応うちら音楽番組と一応ね、まあ、一応たまに音楽とは全く違うことやってたりするんですけど、うんうん、先週唐揚げの話したもん、ね、唐揚げの話したもん、唐揚げの話しましょう。じゃあ唐揚げの話、唐揚げ何ど食べます？最近料理した最近よ、ニンニクがいいよね作ったことねえけど、まあ、まあ唐揚げの話で持たせてもいいんですが、あ、はい、まあ、一応音楽番組なんで、はいはい、まあ、元々のねお二人の、はい、まあ、音楽のルーツというか、うん、まあ、元々こういうの、ね、音楽と出会ったきっかけとかね、うん、こういうの聞いてきましたみたいなのがもしあれば、うん、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、うん、そうだね、じゃあちょっと、じゃあおまがりさんの方から聞いてもいいですか、はい、なんか何か影響を受けたとか、なんかそういうおルーツみたいな、中学校ぐらいの時に、はいはい、うん、ビーズを、あ、ビーズね、やっぱビーズさん、ビーズ、はい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 、その時のベスト版をなんかね、あの母親が MD を持ってて、MD、はいはい、MD 出ました、出ましたね、そうか、 MD の時代、 MD の時代、お母さんが好きだったの、いやなんかね、あのベスト版だけやっぱみんな持ってる、ね、とりあえず、はいはいはい、でそれを聞いて、うん、かっけーと思って、はい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 、で当時その好きだった子は、はいはい、そのビーズすごい好きで、あー、はいはいはい、でその時になんかサーバイブって曲アルバムが、はいはいはい、うん、それを貸してくれたんですよね、あーすごい淡い淡い、はい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 、めちゃくちゃ必死に覚えて確かに好きな子から借りたから必死に覚えるしかないなと必死に覚えて、可愛いね、歌とかもね、うん、そっからこうなんか練習して、あ、それで歌も歌うこと、そう、それちなみにそのことは付き合えたの、付き合って、付き合ったんだ、1ヶ月ぐらいでこうフィニッシュしました、淡いですね、うん、ここでなるほど、なんか、うん、似てるみたいな声が、あ、はい、あ、はいはいはい、まあ確かに、はいはい、まあ、似せてる感じだったんですけどね、でもすごい高いし、はいはい、それでなんかこう人前で歌うきっかけになって、あー、なるほど、やっぱビーズ聞いてそれでちょっと、うん、まあなんだろう、音楽的にも好きになって、うん、そうですね、あー、なるほど、でそっから自分でも歌うようになったっていうことなんですか、はい、じゃあめちゃめちゃ音楽の
ルーツは不純なんだね。不純不純ですね。いやミュージシャン、そんなもんだ。ミュージシャン、ミュージシャンってでもそうですよね。そんなもんで、小さいからギター始めたみたいなとこあるから。でもそれで成功する人がいるって。そうですね。そう、大体そう、大体みんなどっか行っちゃうからね。不純ですよね、大体。でガーシーさんは、俺はね、あれいつだっけな、小学校5、6年ぐらいでミスチル好きになった。あ、はいはい、めっちゃ俺の世代はやっぱミスチルで、そっか、はいはい、ボレロとかちょうど出たボレロあたりなんだけど、はいはい、はい、かっこいいな桜井さんみたいな、ミスチルかっこいいなってなって、でそっから中学上がってビートルズとか聴き始めて、あ、そっからビートルズ、そう、はいはいはい、はい、あのね、うちのね中学の、放課後に流れる曲がヘイジュードだ。何そのおしゃれな、おしゃれな、すごいな。それ聞いて、あ、なんだろうこの曲、めちゃくちゃいい曲だなと思って、はいはいはい、でそっからいろいろこう掘り下げて、で兄がねいるんだけど、兄が先にギター練習してて家でそれ見ててさ、うん、ギターかっけえな兄みたいな、はいはいはい、で借りて自分もギター練習して、うん、っていう感じだね。だからギター本格的にやり始めたのは中2ぐらい、いやでも全然アコギでコードを弾いてぐらい、まあまあまあ、でも、ね、楽器始める瞬間ってすごいワクワクするよね。ワクワクしますよね。なるほど、そんな感じだったね。そうか、まあガッシーさん、まあ僕ともよくね、音楽何が好きな、音楽談義したりとかして、うん、ビートルズ、僕もビートルズ好きなんでね、うん、結構喋ったりするんですけども、うん、あ、まあでもすごい各々なんか、うん、まあ、ミスチルとあとビーズっていうところで、まあ、結構なんだろう、うん、そんなにがっつりっていうかがっつり似てるって感じじゃないですよね。そうだね、うん、そうなんだよ。だから俺も ね、あのマガさんと出会ってからビーズ聴き始めたぐらい。ああ、なるほど、なるほど。ビーズにハマるっていうあれですか、大前さんはずっとこう、はいはい、ビーズなんですか、もうその出会った時から今もずっとビーズは、うん、まあ、ずっと好きではいますけど、はいはい、他なんか UK のロックとかは、あ、それこそじゃあ例えば、まあ、UK、まあ、古いとこ、まあ、ビートルズとかなっちゃうんですかね、うん、オアシスとか、オアシスとか、うん、はい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 、プライマルスクリームとかなんか、ああ、いいね、はい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 、すごい好きに、ああで結構ロックがもう好きって感じなんですかね、ロックが好きで聴いてましたけど、最近はなんかこう、うん、シティポップ的な、ああ、そうだ、まあ、なんかチルイ、チルイ系、はい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 、はい、チルイ系もいいわ。シティポップもかっこいいんですよ ね、前押してたもんね、前押してました、いいい、ね、今すごいブームだし、ね、シティポップ、うん、そうなんですよ、染みますね、染みる、なるほど、うん、確かになんかあの夕暮れ時とかに聞きたい、そうですね、なるほど、でも黄昏たいよね、黄昏たい、うん、でもあれですもんね、もう本当にこのチャーリーブルーズっていうのはこう、はい、別にこのロックが一応主軸にはなってはいるけど、うん、まあ、本当にそれこそポップスもやるし、そうだね、なんか例えばさっきのケイナとかもなんかロックっていうよりかは結構ポップスに近いものがあったりとかしてて、ポップロックな感じ、そうですよね、うん、でもちょっとね次にまたかける曲なんですけども、はい、僕最初にこれ聞いたんですけど、うん、これまたちょっとすごい僕ハマっちゃいまして、あ、嬉しいよ、いい曲だなと思って、なんかちょっと海外のなんか洋楽的な、うん、最近の洋楽的ななんかグルーヴ感みたいなのがあって、すごいなと思ってえ、あれも共作ですか、次かけるあれはね、あ、でもね、メロディーは彼、マガさんが、すごいな、だよね、もともとあれはリフだけもらって、そうそう、リフ、こんなリフが最初浮かんだのよ、あの、へぇー、ララッチャッチャッチャラッチャ浮かんだ後に、なんか、あ、これ循環のコードでいけんじゃねえかなっていうので、ずっとコードはね、A からサビまでずっと同じコードなんだけど、そっか、そういう感じでずっと同じリフが鳴ってて、はいはいはい、おもろいなと思って、確かになんか本当にそれこそ海外のねなんかぽいですよね、うん、そういうなんか循環してリフでって、うん、すっごいこれかっこいいんでね、本当にぜひ皆さんに聞いてほしいなと思いますけども、と いうことでじゃあ、うん、はい、早速そのかっこいい曲をですね、紹介していただいてもよろしいでしょうか、はい、かしこまりました、それではお聴きください、チャーリーブルーズでスケアクロー、Still, we are to break your down.
爆歌ボンバー。はい、ということで聞いていただきましたけども、うん、すごいかっこいい曲でしたね、はい、ありがとう、ありがとうございます、うん、まあでもやっぱルーツがねビーズ好きって言ってますから。あ、ごめんごめん、大勢くん、うん、発音違うな。ビーズだから。なるほど。あ、急に来たな。ビーズな。急な。急に来たな。すごいおとなしかった。何も言わなかったのに。急に来たな。自分も正しくはビーズでした。正しくはビーズでした。大変失礼。大変失礼しました。大変。全国のビーズファンの皆さん。ビーズファンの皆さん。言ってんね。自分が一番言ってんね。大曲さんも意外とビーズとか言ってたけど。ビーズ言ってたけど飛び交ってますね。訂正してお詫び申し上げます。お詫び申し上げます。ゲスト会で謝罪。ゲスト会で謝罪っていうね、なかなかないですけどね。普段謝んないし、謝らないですね。久しぶりにごめんなさいとか言いましたけど、そうなの。そしてね、今日ねちょっとね僕お土産を実は持ってきたんですよ。いいですか？お土産？あ、リュックあったんだ。そうそう、だからねリュック持ってきたんだよ。お、お土産。ハッピーバースデー。おー、ありがとうございます。うわ、マジか。ハッピーバースデー。うわー、これね、めちゃくちゃ嬉しい、ウイスキーバーボンですね。うわ、すごい嬉しい。これね、松田優作さんがこよなく愛した。マジっすか、いや本当に、うわびっくりした、はい、もう収録好きがね、いやしびっくりした。1月なんで、すいません。あ、そうだね、大勢君も1月誕生日なんです。大勢秋葉の誕生日ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。いやすごい嬉しい、ウイスキーいただきました。松田優作さん、あ、大好き大好き、嬉しいよ。マジっすか、え、こんないいもん。いや本当ありがとうございます、うん、それまたYouTube の配信の時に飲んだよ。そうだよ、そうですね、そうですね。じゃあちょっと今日飲んじゃおうかなって、はい、すごい嬉しい、うん、いや本当にありがとうございます。いえいえ、ちょっとね急のご、あ、本当ありがとうございます、はい、ございます。もう全然もう予想だにしてなかったんで急な展開でビーズからどう広げていくか話をして、ビーズから急に、まさかね、ビーズからどうこれ広げていくんだろうと思ったらまさかのだったんで、いや伝わりづらいっていうね、ラジオ。いや、まあでもすごい嬉しいです。もう本当よかった、本当にありがとうございます。いや、お酒ね、うん、お酒いただきました。若いな、23歳。抱負をお聞かせ願いますか？いいですね。あ、僕ですか？逆に僕ですか？あ、僕ね、僕はまあ、うん、でも今年はそれこそお二人みたいに、うん、ライブをねやりたいなと思ってます。積極的に、うんうん、ちょっと音楽の方も一応、我々一応ミュージシャンなんでね、一応ね、うん、一応ミュージシャン。そうですよね。でもどうです、コロナとかでライブなかなかできなかったんですよね。無反無観客配信だったら、うん、ね、あ、やってた、まあ、定期的にねやっってましたもんね。僕もいろいろその SNS とかでチェックしてましたけど、ね、うん、あ、でもライブはね1年ぶりだったね、この間やった時、うん、大勢くんの誕生日にライブ。あ、そう、そうですね、うん、でもあれですよね、それこそ逆にライブない分例えば曲作りの時間が多いとか、うん、あ、でも確かにそれははかどったかもしれないよね、うん、そうですね。あ、なるほど。じゃあ逆に僕らから聞きます、今年の抱負とかはあるんですか？うん、そうね、よくぞ聞いてくれました、うん、今年はというか大回りたかとラインライブをね、うん、あ、そうだ、ラインライブに今めちゃめちゃ力を入れて、はい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 、毎日配信をね、うん、おお、はい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 、すごいですね。大変だよね、毎日やるのって。本当に大変、ね、よくですよ、うん、大変だ。しかも配信ですもんね。そう、もう 生でやるわけですよ。いやすごいですね。それぜひフォローしてほしいですね。ラインライブ、ラインライブ、そして僕もラインライブ結構今年からちょっと力入れて、はい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 、似顔絵師もやってるんですけど、あ、そう、そう、一応プロでやってるんですけど、もうダメだよ、似顔絵もうダメだ、もうダメと彼も絵描くな、ね、ね、後でちょっと見てみたいですけど僕はおにぎりの仕掛けないです。おにぎり描けまずイラストね、そう、うん、ね、似顔絵を即興で描く配信とかね。なるほど、そういうのもやってます、ね、結構面白いですよね、あれね、はい、じゃあちょっとのエンディングの方で、後ほどエンディングの方で、ね、詳しい、ね、検索の方法とか、はい、ということで以上になります。はい、そろそろエンディングのお時間がやってまいりました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。なお公式ツイッターや公式インスタグラムからも、お便りであったり、まあ、今回のように出演希望とかもしねあれば、ね、送りいただけますので、こちらの方もぜひチェックしてみてください、はい、メールの宛先はすべて小文字で baku@music-bunker.com になります。バック @music-banker.com までお送りください、なおミュージックバンカーで検索するとミュージックバンカー公式ウェブサイトトップページラジオ番組一覧に宛先へのリンクが、ございますので、そちらからもか送信可能でございますので、お名前コーナー名お忘れずにお書きください。ということで、
はい、なかなかと、まああっという間でしたね。あっという間でしたね。まあ本当に楽しかったですね。話したりないよ。もうまた来てください。いや、ね、本当にぜひ2回2回もうね、ぜひ来てほしいんですけども。で、あの LINE ライブの方なんですけども、はい、どうやって探せばいいと思ったんですか？LINE ライブのアプリがあるので、それをダウンロードしていただいて、大曲たかと、大曲たかとさん、はい、そして僕ガッシー、ガッシー、大曲たかとさん。大曲はまあ大きいに曲がるで検索して、はい、そうですね、大曲花火大会のね、あで分かりやすい、検索していただければと、はい、でガッシーさんは、僕はひらがなでガッシー、伸ばし棒で、伸ばし棒で検索していただければ、はい、うん、すっごい面白い LINE ライブなんでね。めちゃめちゃハードル上げる。 歌ったりでもしてるんですよ、だから。あ、そうそう、そのね、そのなんかあのその急にね、話で音楽の話になったら、うん、そこで歌うみたいな。そうそうそう、それで毎週土曜は2人で、うん、マガさんのアカウントで、2人でチャーリーブルーズで、チャーリーブルーズとして、配信をしてます。はいはい、そこを一番多分ね、そうですね、土曜日ですね、一番なんかちゃんとしてるかもね。じゃあ今日もこれからね。なるほどね。じゃあちょっとそれもよろしくお願いします。ということでですね、本当に今回ありがとうございました。というわけで今週はここまで。お相手はヤギとガシと大曲と大瀬秋葉でした。また来週お会いしましょう。さようなら。